もいらないので。待ってろよ、甲子園。第2戦、始め。はい、じゃあ、燃えろじゃ鈴鹿軍の方、エントリー表完成しました。左上のところですね、左上のところ
今回13名ご参加がありました。13ですね。13名のご参加が、ございましたのでご確認ください。最初にゼロ回戦から行っていきます。で、モイジャスレシオの、アカウントの方に、トーナメントの表、トーナメント表の方を、上げておきましたので、そちらでもご確認いただけますので、ゼロ回戦が 1,2,3,4,5 ゼロ回戦5試合ありますね。その後、8名のトーナメントになります。店員さん呼んで、対戦表、あ、これです。これです。これやります。はい。ここの準決勝ぐらいまでのところになってます。ランバットのあれです。はい。はい、じゃあ、モイロジャス学園のレシオシスマッチ、これから開始していきます。で、ルールなんですけれども、まあ、3キャラクター選んでもらっております。で、1ラウンドごとキャラ交代行っていただきます。出す順番ですが、試合開始前に順番を決定していただきます。じゃんけんしてもらって、コンパネか後出し、コンパネか後出しを選んでいただいてもらって、コンパネ側になった方に先にキャラクターを3名書いていただけます。私が書いてもらいに行くので、はい、白松さんに、紙を渡してありますので、書いてもらって、で先にコンパネ側の方が書いたら後出しの方に紙を渡して、まあ、いいや、これ声出るマイク大丈夫ですか。後出しの方に紙を渡して、書いたら、まあ、私か白松の方へ渡していただければと思いますので、で、そんな感じでやっていきますのでお願いします。じゃあ、トラトラさんとヒマジンさん、トラトラさんとヒマジンさんいらっしゃいますか。先にキャラクター3名書いてもらって、そのまんまで、2人ともそのまんまでいいって方はそのまんまでも大丈夫です。もしだったら、はい、じゃあ後出しのそのままで、ワンピー側が、ワンピー側がトラトラさんになってるんですね。はい、ワンピー側トラトラさんでいいです。あ、じゃあ、大丈夫ですね。はい、じゃあそれでは、デシオシステムマッチ5月思いのジャス学園イベント始めていきます。盛り上がっていきましょう。まずはゼロ回戦5試合ありますね。1P 側トラトラさん対、2P 側がヒマジンさんですね。いや、逆1P 側がヒマジンさん、2P 側がトラトラさん。第1戦始め。
ひまじんさんが、ヒデオ、1P 側が、ヒデオ、2P 側がランになってます。さあまずは開幕2ベルトンを払っていく。ここは2ベルトン返しをしないで様子を見ていく。せやけん裏に待って、ショートヤバスト、これは叩きつけて大きい攻めを選んでくる。もう一回叩きつけて、ここは遠距離になって一旦飛び道具の打ち合い。さあ距離の取り合いから引っかかるが、これは軸を移動していたので連れていった。スーパークラッシュ、これは決まるでしょう。しっかり拾っていって有利なのはラン。ツーブラドンで割り込んでいく。ここはツーブラドン返せるか。さあツーブラドン返し失敗、これで決まるでしょう。まずは1ラウンドトラトラさんが取っていく。さあ、キャラを、変更してください。キャラを変えてください。はい、オッケーですね。キャラ変えお願いします。1B 側が、バッツ、2B 側、1B 側がヒマジンさんの、バッツ、2B 側がトラドラさんのモモということになっております。さあこんな感じでね、1試合ごとにキャラをしっかり変更するという感じのシステムになっております。一応3戦目やると全員使うような感じで。そうですね、3ラウンドまでいくと全員使う感じになります。はい、まあ、それなので、コツとしては、まあ、1試合目または2試合目にレシオを高いキャラを選んでいくといった方がまあお得なんじゃないかなとは思います。まあ、最初に2勝すればいいんで、最悪3人目出さないと。そうですね、まあ、一番弱いキャラを3人目に持っていくみたいな感じの組み合わせありですね。さあスライディングで効果してモーモーがネックスコンボ、これは繋がらない。めくってめくりなんですよね。これは手を出していた。島津製覇権が入って、島津流製覇権が入ってここでダメージを削っていく。これはちょっと連打してしまったか。もうエジャスあるある。スライディング、これは追撃、一旦距離を取ってタックルしたところにうまく気合弾を差し込んでいく。これは技を当てたいが、これは間に合わない。これは残るか。あー残らない。勝っていったのはヒマジンさんですね。あ、おめでとうございます。ヒマジンさん、おめ、あ、ごめん、間違えました。トラダラさん。トラダラさんですね。失礼しました。はい、おめでとうございます。はい、トラダラさん、おめでとうございます。ゲームオーバー。これだと次が、これなんていう。あ、ボールペン？あ、じゃなくて、あ、ペン、そうです。あ、赤ペンがないか。次が、あれ、赤ペンないんですか？じゃあ、いいか。黒でやっていきます。まあ、丸つけときゃいいのか。はい、トラトラさんの勝利。見づらくてごめんなさい。はい、次がナルさんと、藤娘さん、藤子さんはい、じゃあじゃんけんお願いします。ごめんなさい。順番は決めますか？そのままでいいですか？あ、いきますか。じゃあコンパネから順番を決めてください。ナルさんと藤子さんですね。さあナルさんは、どのメンバーで来るのか。自分の使用するキャラを 3人あの順番は、書いてもらって。ちょっとややこしくて申し訳ないですけど、あの円滑な進行のためにすみませんがお願いします。じゃあ白松さん、はい、この試合やってる間に次の方に、はい、あ、はい、声をかけてもらっていいですか？わかりました。パラキさんとマグモマさんですね。はい、じゃあ、順番が決定しましたね。はい、ではそれでは始めてください。 1B 側藤子さんでいいのかな。藤娘さんと、2B がナルさんですね。 1B が藤娘さんが、ザキ、ロベルト、ヒナタ、 2B 側ナルさんがインチョクロ、ヒデオ。おっとインチョクロ、ヒデオ。あたいとやろうってのかい。
よし。そキャラのかぶせ的にはこれは後半に出してきた藤娘さんが完全に有利な状況になってますね。まあ院長に関してはあの誰が有利ってこともまずないと思うんで。さあ大ちゃんの始め。そうですね、身分差がこれはしっかりつなげていって、もう気づいたらこれなりにダメージを食らっている。さあ院長はうまくローキックを差し込みたい。さあ宙に入って、これはこれはキャラ差か。ブルマを見たかった。あ、なるほど、ナルさんのブルマが見たかった。しかしここからですからね、ここから、1ビーガーは藤本さんがロベルト、2ビーガーはメインキャラ、黒を出していったのはナル。さあ空中投げ、これはもうお手の物といったところか。これはフェイントを使うが確定。空中でそのまま空中投げ、これは受け身を取るタイミングとかを駆使するといいですね。さあ2プラドをこれ使って小足を差し込んで空中エヴァスト、あ、これは化けたか。しかしお咎めなし、小足を払ってショートエヴァスト。さあこれはエヴァスト先端が当たる。ナルさんが1本取り返していく。さあ最終ラウンドは残ったキャラ、日向対、ヒデオということになりますね。ワンビーガー藤娘さんの日向、ツービーガーはナルさんのヒデオ。これは完全にヒデオ有利の状況ですね。しかし小足を差し込める距離まで行けば日向にも十分勝ち目ある。空中制覇権出さない。中断初代バス、これは確定だが、ヒデオのジャックパンチは遅いので若干余裕がある。さあここで確定の真珠直拳、一気にダメージを取っていくのはなる。これはダッシュを見ず、しかし一旦距離を取る。空中の攻防、これはジャックパンチを振って空中背脇当たる、タックル動かしてスリーブラドン、でかいしていくのは藤娘。ここから大きい攻めですよ、一気に持ってって、あと読み合い2回ぐらい勝てばありえる。ある、これはスリーブラドン、また手を出していた。スリーブラドンを返して勝っていたのはナル。ゼロ回戦勝利、おめでとう。勝利、手加減はしておいた。さあでは0回戦3試合目に行きたいと思います。ああああいいですよ。1ビーガーはパルキチ、2ビーガーはマグロマン、マグロマンさんがハヤト委員長ラン、パルキチさんが B バツロベルト京介と、あれ、いうことになっております。福蔵さんとハガイジメさん、ハガイジメさん、第一戦始め、肩始めさん、肩始めさん。さあ対して始め、さあまずはあ、わからんものし、あ、しっかりガードしてる。バーニングの方ですね、これは。そうですね、バーニングの方は三日月キック出したのにね、ガードすれば有利になるっていう。素晴らしいですね。しっかり三日月キックを振りながら戦ってますね。これはあったまるな、この気合いだわ。あ、しかし接近戦、しかしザッとジャックパンチ当たる。フルこれはフルヒットは出しない、練習不足。ああ歴史練習不足、しかしこの気合いだが持ってる。あーマグロマンさん、まずは一本パルキチマ選手。さあ第2ラウンドはロベルト対委員長。委員長か、マグロマンさん、委員長これは断然ロベルト有利。さあここでスリープラドこすってる、パルキチこする、スリープラド一気に半分。委員長のこの体力を巻くの結構厳しいですね。そうですね、3回読み方ないといけませんからね。さあ飛び込んで、これは繋がるのか、繋がった、お、繋がって、これゲージがないから入って、空中ボンボ、安かったか、これはダメージは十分、委員長としては十分。おきめ、しっかり差し込んでいくな、マグロマン。足が短い、足が短い、かわいい、デコが広い、ブルマがかわいい。さあそれは関係なかった、試合が関係なかった。バ
僕と比べればある程度近寄りやすいと思うんですよね。そうですね、あの気合スピードがそこまで速くないのでね、飛び道具のうまくジャンプで接近したいところ。おお、割り込んでいく。しかしこれガード、説教攻撃パルキチのの知られるパルキチののしられる。しかしこれでワンコンも圏内、院長でワンコンも圏内。さあ逃げるパルキチ、さあ空中取れて、これはブイゴル。しかしまだあるぞ、ダメージは体力が残った。しかしまだある、まだある。冷たい立ち回り、60度。ああ下段投げ、ここで下段投げを振っていった勝者パルキチ、ゼロ回戦勝利おめでとう。さあ着実に帝勢が勝利をお伝えしますね。さあ、菊蔵片はじめさんと片はじめさんです。菊蔵さんと片はじめさんですね。次はね、ワンピー側が片はじめさん、ワンピーが片はじめ、ツーピー側が菊蔵ということになります。片はじめさんはプロレス勢の方ですかね。この間お話ししましたけど、超プロレス詳しいです。何かプロレスのことで気になったら、ただあのジャスティス学園プロレス部はないですね。ないですからね。投げは強いキャラはいますけど、残念なプロレス部はないということで、まあ、次回作出てくれるはずなんで。さあ、ワンビー側は片はじめの大吾、ツービー側が菊蔵の日向。ちょっと定例塩対決ですね。そうですね、両方、2と1か、2と1なんで。さあでも火力の面では断然大悟ですが、技の立ち回り的には、あーっと、いきなりダメが入ってくる。油断して手を出したところにスリープラトンを割り込んでいくのは片はじめ。さあこれで一気にダメージはイーブン、ジャックパンチで固めて、ジャンプで逃げるのは片はじめ。これは差し込んでするが失敗。差し込んでいく、効くぞ。ショートエバスがしっかり最大ダメージを取っていく。ここの打つ目、あーこれは当たる、確定だった。あー委員長、委員長勝った、委員長勝った。あの出落ちの委員長と言われた委員長がツーベルトン返して勝ったと、まさかの展開。さあこれは体力的に、あー刺さった、ここで刺さった。まずは一本菊蔵、いやでもいい試合でしたよ今のは。さあ第2ラウンド、菊蔵がロベルト、そしてアキラを使っていくのは片はじめ。あれ今気がついたんですけども、片はじめさんのレシオンズなんですか、これは。これ俗に言う低レシオ 4ですね。いや委員長入ってるから3か3、今日出場の中で一番レシオが低い、低レシオ3。まさか、あ、そうか、風間って書いてあったから、W 大悟かと思ったら、あの妹の方でした。そうですね。あ、なるほど、あり、さあ、さあ、これは事実の超過、やり込んでいる、聞くぞ。ゼロ回戦突破おめでとう。さあ、勝っていったのは聞くぞ、萌えジャス勢が、ありがとうございました。片藤さんもありがとうございました。ね、さあ、ここで、ゼロ回戦最終試合になりますね。ユリンチさん VS イッツァンさんです。ユリンチさん VS イッツァンさん、さあ 1P 側がイッツァンさんで、 2P 側がユリンチさんと。さあイッツァンさんもかなりもうそうやり込んでいますのでね、ユリンチさんはいきなり壁がいきなり壁がぶち当たる。ロイと、あとティファリー委員長流れね。さあ最初に、最大レシオ5のロイを持ってきたのはイツアン、そしてツーピーカーがユリンチ。ユリンチさんの焦点はキョウスケだね、キョウスケですね。ジャックパンチにうまくダブル系キックを差し込めるか、これが重要になってきますね。近づくまでは結構京介側の方が分があるかなっていう感じがしますね。あ、確かにクロスカットを持ってますからね。いいからもうワンコンボ入って通常コンボでも持っていきたい。さあ通常コンボでこれのこの蹴り、京介はこれを減らせるのは通常コンボが必要ありますね。さあただまあコンボの後の補正切りとかもいろいろあるんで、そうですね、京介はその立ち回りがありますんで、
うまく使っていきたいところ。クロスカッターでこかして起き上がり、これは届かない、バック足を抑える。さあここで引っかかってしまった。おっとおっと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 、おー危ない。さっき愛と友情つぶらどん割り込んでいく。これはダメージを与えていきたいのはユニッシュ、これは逃げ切る。さあ人間壁打ち、ひどい技名ですけど人間壁打ち。あーやっちゃったやっちゃったやっちゃった、逃げージもったいない。しかし京介はねクロスカッターでゲージが溜まりやすいですからね、なんとか遠距離を維持したいが捕まえていく。一さん余る前に次のキャラに変わってしまう。これがレシオマッチ、これがレシオマッチの怖いところ。さあ一さんさん、ここがしかし一さんもね、残りレシオ2ですからね。1、1の 2しか残ってませんから、ここで桃で勝っていきたい。桃でもレシオは2ですよね。桃は1ですね。もう毎日だから1同士の戦いですね。このリーチのラストですよ。このリーチの差、しかし火力悪い、火力悪い、リーチ面では流れ、火力ではモモ、そうですね、接近すればモモあります。さあここで差し込みたいが、これはあの人にたたきつけられないが短い、短い、リーチが短い、何をやっても短いんです、もうもは短いんです。ただ流れのコパンも相当短い。そして遅い。焦がして追い打ち、起き上がりスリープラトン、これはガードを取られたよ、ガードしてる。そして確定のフルコンボ決めていく。あとワンコンボってところですけどね。そうですね、個人的な感想では人工呼吸みたいな、みたいな。見たい。さあ唇の上いところを見せたいところが、あっガシが届いた。あーこれはあっゲダだけ吸ってる、ゲダだけ吸ってる、これ新しいぞ、あってあなんだこの展開は、熱すぎるぞ。あっあっあっスライディングが入った、勝っていったろあいつさん。いやー熱い試合、いい試合でしたね、いい試合でしたね。あの確定の条件でまさかの総裁が発生するという。さあこれでゼロ回戦が、終了しましたね、残り8名になりました、あここで私ですね、私とトラトラさん、あとヒマジン、いやヒマジンさん、あトラトラさん、トラトラさんですね、トラトラさんです、はい、じゃあじゃんけんしよう。その間に次の試合がナルさんとバルキさんなんで、順番をじゃんけんしておいてください。順番そのまんまなんで。1P 側がヒマジンさん、 2P 側が、ミカドのランキングバトル1位レシオ選手、今日もミカド T シャツを着て参戦してくれてます。ヒマジンさんが使うのは1回戦と同様で、ランバーツのモモ、 2P 側のレシオさんが、ショウマとデーモンとランになってますね。ショウマデーモンは2プラテルとすごいコンボ火力が出るんで、まあ多分2プラのぶっ放しを狙ってくるのかなと。第一戦始め。さあ開幕距離を取って、ショーマ側も飛び道具を持っていて、ランガーも飛び道具があるんですけども、ランガーの方が飛び道具の性能がいいので、中距離でランガーの方が圧倒的に有利に試合を進められる組み合わせになりますね。しかってコパンで固めて、ガーキャンはコパンにはちょっと厳しい、空中コンボワンコンボ決めて V 字巻き、ここから置き攻めはシーズンに中段タック中段ですね。体力はドットで完全にやりたいだけ。なんか目離してたら終わっちゃいましたもん。1試合目はレショウさん、はい、で次が、D 票とランですね。第2戦またなんか D 票がやりたいだけにしか見えない。もただリーチの長さはあんま変わんねえかなって気がするんですけどね。そうですね、モモがいかに足を刺した、ワンコンボゲージは吐かないですね。ゲージはスープラを狙ってるんじゃねえかなみたいな気がするんですけど、そうですね、
で、モモはこのままエリアルで落としてただ、モモ側もブゲージあるんで、火力あるうまいマジで、こっからショーマとバツおー失敗したじゃあ、こっからコモ行きますよエリアルあー、いかがだ惜しいただ、あの状況からエリアル行けるんですけどあー、やりたかっただけで頑張って、逃げて頑張って、頑張って、逃げて逃げて、これ倒して、あー、うまい実況よりがひどいはいじゃあちょっとチキンさんが今あの味方あの親父卒に連れてかたんではいであっこれツープラ入りましたねでここの読み合いがどうなるかでこの後がああ失敗したでこっから後の辞表がああ出なかったゲージ吐けませんでしたただもう辛いのはまだ変わらないのでこことすああやばっそこれで勝ったのはレシオさんですねおめでとうございますはい、で次はナルさんとパラキさんお願いしますゲームオーバーはいありがとうございますおめでとうございます実況をお返ししますはいありがとうございますじゃああ来たパラキシさあ、ミカド勢同士の戦い。ミカド勢同士の戦い。ストリートファイターパラキシー、まさにバトルクローズ全になる。今度こそバトルクローズあったら優勝するぞぞ、なる。さあ、ワンビーガーは、パラキシーが使うのは、バーニングバツ。そして、ツービーガーは、ナルさんが使うのは、院長。これはガードしたら、バーニングバツが有利。これはみんなにお知らせしておきたい。さあ、気合だ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 。ああ新しい死年の方でば気合ダを抜けるスリープラのコステルはマルキーまずはこれで一気にダメージを与えていくさあ挑発してゲージを食べてさあ食べるあ飛び蹴りで潰していく死年の方で接近していくがああ届いたあ委員長負けちゃった委員長いやしかしナルさんはここからですからねナルさんはここからメインの黒が登場しますからね黒ロムウェルトですね次そうですね黒秀雄が待ってますからこれってちなみに組み合わせ的にどうなんですかこれはですねまあ黒のジャックパンラッシュに対してロムウェルトが爆裂リフティングを持ってますんでねあ組み合わせ的にはロムウェルト有利かなとは思いますコパに対してカウンター狙えるんですねあーって言ってる間にエリアルルートがパルキチがまずワンコも決めていくここの起き上がりあと技を間違えたかあー飛んじゃったさあ飛んじゃったさあなんとか接近したいなんとか接近したいさあ徐々に接近してる徐々に接近してるこれこれスキー店のところにスライディングするといいですスライディングってスライディングがいいですなかなかこれ黒寄るの辛いですねここいやあーあーあー惜しい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 さあ、中断入ったさあ、ここまでここまでですよ、ここからですよここからですよ固めてさあ、やっちゃければ空中でこれを受け取らないあー、バラしたこすってる違う、バラして当たったら読み得ない、ごめんなさいこすいのパルキチこすきちが勝っていくパルキチ勝利おめでとうございますはい、次は久保さんと白松って俺ですねはい、じゃあその後が次、すみません、チキンさんとイッツァンさんなんですけど、ちょっと、あのじゃんけんしといてか。菊蔵さんとイッツァンさんですね。ん違うな、菊蔵さんと白松さんか。菊蔵さんと白松さん。さあ、じゃあ、チキンさんがコンパネを決めて、先にキャラを変えてください。お、大丈夫です。大丈夫です。さあワンピーガー白松がバツモモブワッツと対する菊蔵が、ユリカロベルト、日向と、ディシティアもマックスで形成されているパーティーさあ対戦始めさあいくらサブキャラとはいえバツに似たこのキャラバツは白松さんも十分扱えるはず平田に対してどういう立ち回りをしていくかさあ壊し着地硬直しっかり決めていく気合いだ
ここは距離を一旦取って接近していくのが基礎ということだが、着地硬直をしっかり決めていく。前回気合弾をフルヒット最大ダメージ。さあここはさらに読み合いに勝っていくのは白松、出ない。出ないぞ白松くん。チキンさんに怒られるぞ。また怒られちゃうぞ。さあ下段投げ透かして、下段投げ届かない。こっかこっからまだあるぞ。こっから読み合い勝てばまだある。味方で間に合います。さあさあ空中に逃げて、これはおっとなんか違う技が出てんじゃないかな。さあ空中経験、まずは一本白松が取っていく。わかるよね。さあ第2ラウンドはキャラ変更が発生して、モモ対ロベルトと、これは完全にロベルト有利の状況ですが、どう接近していくか。シナマス対する菊蔵はこの火力を使って一気に畳みかけたい。さあ着地、これはしっかりガードを刺して、これはつながらないんです。ロベルトはしゃがみから立ちがつながらないんです。さあしっかりヒット確認してフルコンも決めていく。ここの置き攻め何でいく、おっとダメージを、ダメージ重視、爆裂 V ゴールでダメージを取っていく。さあサッカーの練習、しかし一瞬で攻め込む燃えちゃすぜは、ここをしっかり分かってるが空中だけ追撃していく。ロングシュートガードしている、チラマツ追撃したいが、あー振っちゃいけない技、なんか下段投げでも出そうとしたのかな。なんか負けちゃいました。さあ、あとさあ、元気に飛んでいく。いくぞ。さあ、最終ラウンド。ここでメインキャラのバズが登場。しかし、キクゾも最近やり込んでいるよりか。これはいい勝負が期待できそうだ。さあ、これは中距離に持ってきたくないバズと、中距離に持ってきたい。ああ、これは繋がっている。一気に3分の1取れるか。はい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 、そう全部フルヒット、一気に半分ダメージを取っていく。さあこうなるとユリカはもう距離戦、距離を取って戦ってるだけでもうかなり有利な状況だ。ここで捕まえてくださいます。ゲラン投げ、起き上がり、そのままラッシュを継続、ラッシュを継続、空中で捉えて、ヤシャ車、さあこれで一気に逆転、空中に捉えて、これガード、さあ逆に距離を取っていくの、シナモツケイタン、ヤシャ車、空中、これは使って、ヤシャ車で有利を取っていく。これはうまく、ユリカはしゃがみパンチを差し込みたい。さあ距離戦、これは先にどっちが手出す、これガードしてる、今のはカウンターで返したかった、しかしまだ時間あります。ゆっくり見たい。さあ来た、根性カウンター、はい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 、フルコン決めていく。これで分からなかった、一気にこれで分からなかったぞ。どっちもワンコンも蹴んない。さああと10秒、逃げる白松、追いかける木曽、スリープラトンコスっていったら白松、勝者白松。いやいい試合だな、勝っていったら白松、おめでとう。いやー菊蔵さんもすごい試合だった。いや実況で疲れちゃいますこれ。さあでは、1回戦最終試合いきたいと思います。イッツさん VS チキン、イッツさん VS チキンということで、イッツさん、イッツさん、あ大丈夫ですね。さあ1ビーがイッツさん、2ビーがチキンということで、前回覇者チキン、ここで満を持して登場。さあレシオを制限して読んでいくチキン、それに対するはイッツさん。さあ今回はティファニーを先方に出していく。さあこのキャラは似たような立ち回りがしっかり差し込んでアウト、しかし下段投げでフォローしていくチキン、これはしっかり割り込んでいく。合気公開でごっそりダメージを取っていく。スライディングで降下して起き上がり、これは様子見、ローキックで相手を近寄らせない。
これ作った、あと大高宮の氏芸団投げ読み合いがさえるチキン、ロギクロギクが打ち合い、どこでどっちが差し込むんだ、さあここは何かを入れていたが、さあそのまま攻めを継続、相手をダウンさせないで攻めを継続していく形、ティファニー、さあローキックで有利を取りながら立ち回っていく、あ、さ、刺さって、あ、刺さって、ティオッター、ティオッター、これはまさかあるのか、次がにまず一本取っていく、流れとロー、え、これ、まあ、流れとワイルド、ワイルド、ワイルドです、さあ流れ対ワイルド大根、列車一同士の戦い、これどっちが辛いんですかね、これ、あー、これはまずい、これは、あ、知ってるの、これはまずい、しっかり入ってる、翔太山村、あ、しかしこれは安くすんだ、急死に一生エルチキン、3ゲージのあのダメージでやばいっすね、3ゲージ、しかしこれで一気にゲージがマックスですからね、ゲージ使いたい放題、さあローキック、ローキックをうまく差し込みたいが、流れが異様に長いレンジ、いやでも飛び込むの勇気いいですよこれ、どっちも、さあこれワイルド大根になると差し込むのがかなりきつい、しかし差し込んでいく、まずはマコモ固定ダメージいきましたね、これで一気に同点、追いつく体力、次レシオさんとパルキスさんなんで、あ、私はそのままで大丈夫です、パルキスさんが後出しで、さあエアバスト後悔、これはちょっと出す方向が違った、あら今日ですね、今日で出したらつながります、あー使ったところしっかり出し込んでる、あー超また足、これが燃え上する呼び合い、あーゲージなかったですね、さあゲージがない、動かして起き上がり、まだわかんないですよ、様子を見ているのが穴になったか、こっからルートがないからこの後のこの後は何もない、あーガードないチキン、あーこれは当たったか、確認です、さあいい試合、様子を見ていくチキン、さあこれは裏は失敗、起き上がり、あー刺していく、あーいったー、これは一気にいった、まあ一時次がロイとランですね、いやーいい勝負だ、いやーこれいい、熱いっすね、え、これロイとランティア、ここでラン対ロイとイッツアンのロイバーソス、ロイ使えない、ロイ使えない、おっと使えない、だからそういうこと言っちゃうとチキンさんがあの大喜びでやり始めた、やったー、いやー始まりました、白山ムーブを見せていく、あっこれは下段見えない、これは下段だった、さあ翔太山とこすっている、あっバレてる、おっそ遅い、さ電撃連発、さあ、まあ、一気にダメージを与えていくのはイッツさん、さあローキック白山下段投げ、これは届かなかった、ローキック差し込んでしっかり確認している、これオートバケてしまったか、ああああああまさか繋がっていなかったか、地形一回戦で敗れる、さすがにこの練習はきつかったが、しかしね、勝負は勝負です。イッツアンの勝利。さあ、どっちがいいですか、バルキさん。あ、いいですよ。じゃあ、1ビーガーはパルキチ、2ビーガーはレシオということで。じゃあ、行ってきます。いやー、きつかったー。いやー、でもいい試合でしたよ。惜しかった。あのレシオさんの中でだってね2頭行くあ、タバコっすね、はい、1P 側が、パルキさん、 2P 側がレシオさん、パルキさんが B バツロベルト京介で、レシオさんがショーマ D 票ランですね、レシオさんも、合計レシオ数が 4ですね、パルキさんの冷たいバックステップからの飛び道具戦法に、おー第一戦始め、開幕、開幕、レシオさんがコパンでガン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 前に出る、デーモン票のタシコパンはロイとかと同じでガードさせてかなり有利なんで、ガン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 ガードさせてタコをかけてあっという間に殺そうっていう考えです、あーバレてる、飛び返すぞ、味は届かない、本当にこいつ燃えちゃってたのか怪しいです、ワンコンボ決めてそこは見えかけないとカス当たりなんですごい安い、でレシオさんここも届かない、距離知ってんのかお前あのハド一発で消えるんすかいやあれは距離によって当たる当たらないだろ、スリプラパワーズ当たってる、コパン出したいだけカウンターしましたらしいです、
あ、これモエジャスで絶滅しますね。危ないですね、危ないですね。やばい、飛び道具、飛び道具、飛び道具、はい、距離を離す。あ、すごい、当たりました。あ、お見合い始めて、デモさんが、あー、ツープラこすって、あ、当たってくけど、そこはツープラ返しで、あー、ツープラ返し成功して、これはゲージがあるから、できるか、できなかった。下手くそ、練習してこい。これが本番のプレッシャーか。あ、あー、これ、あー、しかした。あー、もう練習してこい。いろいろあって、バルキさん一戦をそう。ゲージ状況からして、まあ、どっちもゲージはほとんどないような状態なんで、はい、で次はショーはローベルトっすね。はい、なんか順番チェックの前にやただこれワンコンボがローベルトがゲージなくても全然軽く浮いてますからね。そうですね、ショーはちょっと中断当てないと仕事の始まんないんで。そうですね、まあ、近寄って一瞬でタコかけようっていう考えだと思うんですけど、あーここ で、 あーでも出ない。コンボがさっきから安い。あーでバラしてみたけど、あーだって、あー、そのサイド戦は多分バゲたんでしょう。中から全身バンキューが出て、ここからどうするんですかね。あ、一発出て、あー、B。 あ、お見合い状態から一回距離を戻して、どっちも手を出したい。おわ、あー、なんかいろいろあったぞ。こっからパルキッツさんがワンコンボしっかり決めて、置き攻めにはいかないで飛び道具寄ってくんなと言わんばかりですね。さあまた距離を戻しての戦いで、若干体力は、レシオさんが有利な状況で、レシオさんがワンコンボを決めて、でもこれは死なない。で、まあ置き攻めをどうするか。サンプラパラスが、それは大人の対応。ゲージがない状態で最後の強制はちょっと厳しいか。対するレシオさんは、篠山騎士三好さんのアイデアキャラを使っていきます。ただ、京介のクロスカッターに対してあんまりシャッターは有効ではないような気がしますね。なかなか取り、まあ、寄りづらいですよね。ああで、しっかりそこでこっから、お、ちゃんと拾った。こっからの浮かし直しは、あ、失敗した。お、エリアに来ましたね。はい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 、ここはゲージを使わないで状況中止。あー、こぼすって、あれ、こぱん、はい、ワンコンボ、ワンコも火力が出ない。さあ、もう一回距離を取っての差し合い戦。あー、もう体力的にラン無理しなくていいですからやっぱりそうですね、クロスカッターでクロスカッター強いと言い出しましたけど、クロスカッターの上の方の判定でフィルムが多分存在されて、下の方に残って着地を受けてるような感じになるんで、確かにこれめんどくさいですね。遅れるなよ。スリープラーは入んなくて、あー、遅れるな、これちょっとない。ワンコンボ決めて、あ、ゲージないのか。ただ体力的にはパルキさんが若干有利。うわ、ジャンプ攻撃からつながってないけど、あー、裏回り成功した。思えジャス勢の知らない殺しが炸裂して、レシオさん勝利、おめでとうございます。まあ、次は、私とイッタさん、あれ、白松さんとイッタさん、はい、イッタさん、ゲームオーバー、ください。ランのあそこの補正切りパーズは2回目のジャンプ攻撃、2段目に空中ガーキャンをかけると大体返せます。ありがとうございます。危なかったですね。いや、強いですね、マルキさんしかも重ねが京介だったので、 あれはちょっとびっくりしました、ね、クロスカッターで意外とあれいいですね、ちょっと勉強になりました。そう、ね、逆いい対策にはなってますね、はい、こういう派遣があるからいいですね。こういうレシオマッチはいろんなキャラが使えるっていうんですね。あれ1ラウンド目のデーモンの調子って、あれは距離が全然合ってないだけですよね。あれはオーラは当たってるんですけど、気合弾で操作になっちゃって、操作になってんだ、当たり判定が消えちゃってるんですよ。あれ、見た目はめちゃくちゃ当たってるのに。じゃあダメなんだね。あ、クソ技っすさあ、すいません、ちょっと話が逸れちゃいましたけど、じゃあ行きましょう。 1P 側が白松さん、 2P 側がイッタさんになります。さあ、オーダーが、オーダーいただいて、はい、あ、白松さんがバツ、モモ、バツと、で、イッツァンさんがティファニー、流れ、ロイと、ロイを最後に持ってった。白松さん難しいですよね。我々からするとバツとバツの違いがバツ、モモ、バツって言われても、そうですね、もしだったらV っつって言ってくる。あ、これ V でいいですね。V バツっていう呼び方もあります。今度から V バツでいきましょうか
しかしこの最後のロイと V バツもなかなかじゃダイナマイジャスティスがあったりして、そうですね、インターさんとしてはレシオ1のキャラのどっちかで1試合通ればもうロイに回せるっていうのが強みですからね。かなり強いですね。さあ開幕いきなり攻めていく。さあ先ほども猛威を振るったこのダウンをさせないで有利を取りながら攻めていく、この立ち回りダメージでも40ぐらいしか入ってないんじゃないですか。そうですね、コンボ的にはそれしか入ってないんですけど、このダウンさせないっていうのがやっぱ強いですね。あ、そうですね、そのまま攻めを継続できる、通ればピヨールみたいなのもありますから ね、まあ、さっきピヨってのザム終わりましたけど本当に、まあ、誰だろうなんですけど、なんか鳥的な鳥的な人がちょっとピヨってと言いつつも、イッタさんが優勢に、おっと、これはあーピヨリ上がった、犠牲者二人目、クソザコシラマツくん分かるよね、もうエジャス勢ですよ。シラマツくんごめん、もう俺そのセリフ言えないさあ、第2ラウンド、あシラマツさん、シラマツさん、あ、じゃちょっと、ちょっと、一旦止めましょう、一旦止めましょう、すいません、あ、じゃあ、あ、いいっすよ、あ、じゃちょっと一旦話して、あ、いいっすよ、一回ちょっと消えようしても、ちょっといいっすか、いく、はい、1ラウンド取った状態で始めますんで、すいません、急遽、白松が呼ばれました。まあ、しょうがないですね、そこは。ああ、そうですね、あ、でも、でも大丈夫です、大丈夫です、ちょっとここは一旦、ね、白松さん、スパ2もエントリーしてるんで、親父スポーツもエントリーしてるんで、ね、まあ、今のうちにちょっと、いっちゃさんはコンボの練習を、そうですね、流れのコンボ練習を。そうですね、でも流れでニエニエってやって何やるのかなと思ったらいきなり超バタやってたんで、あれすごいですね、はい、ああいう確かに発生が早いですからね、めちゃくちゃ発生早いんですけども、まあニエ2回沈んで何やるのかなと思ったら生超バタってやってたんで、あ、まあ、確かにそれやればリーチもありますしダメージも取れますし、あ、そうですね、確かにあれ下パン2発からだったらヒット確認もかなり簡単ですからね、すいません、ただいま燃えろジャス鈴学園の、準決勝第2試合なんですけども、白松の野郎が、もう親父一つに参加しているということで、思い切ってスパ2の実況してやろうかと思います。ああ、そうですね、実況しましょうかね、まあ、まあ、そこじゃ燃えちゃうところ、そう、燃えちゃうところで、まあ、ラウンド先ほど、イッツァさんが1本取っていましたので、はい、その状態で一本取った状態で再開、はい、再開したいと思いますので、ね、しばらく状況はどっちもあんま変わんなかったんで、そうですね、まあ、そのままやっちゃえばいいかなと、白松さんに関しては暗いすぎてゲージがマックスでしょ、まあ、ティファニー側もゲージを使わないで攻めるんで、ね、うん、あれはちょっと新しいですね、本当に、いや、まあ、レシオさんが前ヒョウで同じようなことをやってたんですけど、ああ、ヒョウで確かにダウンさせないで、もしかしたらティファニーも最後ワン意識入れた後にピッチャーで締めたらなんかピョリそうな戦略ありそうですね。でも調子で攻めてって多分3回か4回ぐらいループしてピオリみたいな感じだったんで、多分最後の波動拳 の、はいはいはい、グルービーパンチがあれなかなかスタンチがあるんで、おあれに多分つなげてるからっていうのもあると思うんですね。あれ波動拳のグルービー当てた後の状況の方がなんか良さそうな気もしますけどね。そうですね、ティファニーが若干有利っていう感じですね。いやでも面白いですね、あれは面白いですね。最近のティファニーっていったらエリアルから補正を受けるスタイルのが、あ、そうですね、やっぱ主流だったんで、最後前強形で締めて、そうですね、で空中でまた読み合いみたいな感じのが多かったんで、はいはい、地上でやるっていうのは、うん、素晴らしいですね。やっぱりその地上でずっと暗い状況になるんでね、うん、スタンチが回復しづらいっていうのも、はいはいはい、でガードを強要してるんでスタンチが回復しないんでね、それが強い。地上戦に自信がないとやっぱりそういう過激ってやりにくいですよね。あ、終わりましたか。終わりました。白松さん向こうで勝ってきた。白松さんどうでした。白松さんどうでしたか。白松さん勝ちました。勝ちました。勝ったじゃあ早速やれ、早速やれ、はい、お前じゃ早速やれごめんなさい。お待たせしました。では、モエロジャス学園の準決勝2試合目、はい、そうですね、はい、キャラは先ほどのままで、バツモモ、V バツで、イッツァさんがティファニー流れロイで、まあ第1ラウンドは公開処刑を、ご覧くださいということで、親父スト2もぶっ飛んでるわぶっ飛んでんな払って豪気を使うという豪気使う
これ金払ってミスったら多分チャリューですよね。さあ後期5000円です。5000円払って出せるの、出せるのかってチャリューです。ちょっとここだけ見ましょう。さあ行ってる間にさあ白松さんが、一番取られた状態で、もう一度実況しましょう、配信したいと思います。さあ第2ラウンドモモ VS 流れと。向こうは攻撃が出て盛り上がっておりますが、さあ こちらこっちで頑張っていきましょう。さあまたしこかして、これからもなんかレシオ5000円プラスでレシオ12まで OK みたいな14まで OK も連続使用権 OK みたいな。でも伊藤さんやっぱり上手いですね。そうですね、伊藤さんはもう素晴らしいです。いや、あと繋がってないけど結果オーライ。さあこれ半分奪って大体同じぐらいになるか。そうですね、これで五分。この状況でロイの2プラがあるっていうのがすごい嫌ですね。そうですね、何しろ2プラ出されても割り込めないですかね、モモに関しては、ね、根性簡単で割り込めないから、だもう脱出系状態ですね。まあ、暴れが怖い状況で、まあ、白本さんはバックジャンプしながらゲージを貯めるような。そうですね。さあこれ使ってしまう、受け取って一旦距離を取るな流れ。モモちゃんは近づきたい、白本さあここでこかして、あれ逃げちゃうの、逃げちゃうの、あれもうまた救したいっけ。あ、ワンコ、さあワンコもここはミスらない、なければある、ミスなければ。さあ白松が決めていく1対1。しかしここで一三のロイが登場、レシオ5キャラ最強のレシオロイが登場。対する V 罰はレシオ2。しかしもう近寄ればロイのダメージが実っていう感じなんですけど、近寄るまでが結構大変ですからね。そうですね、その V 罰に関してはジャンプ前強系とかリーチのある技でレンジ外から攻撃できますからね。さあ近、おいい立ち回りですね、近寄らせない。だからまあロイはここで無理して焦る必要が全くないんで、そうですね、一回近寄ればもうダメージを取れる、もうワンコンボで逆転できます。おっと確認ミス、おっと危ないぞ、危ないぞ、今のはロイはあそこから肩が入る。あーなんか出た、しかしこの音が出ない、あーいいジャスだと思うんですけども、根性カウンター出してしまった。あれは無理に攻撃しないでスリープロトンって言ってもありますね、 あえてね、もう確定状況ですからね、あれはね。さあ差し込んでいくよ、シロス、ワンコンボ、あの出ない出ない出ない、シロス君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 大丈夫ですか追いかける、ここからも怖いのが、さあ下段投げ勝っていったら白松、いい出しでした。いやナイスな立ち回り、どうした、俺の名前を言ってみろ。三決は今日はやりますか、やりましょうか、はいね、時間もありますし、じゃあ、三決やっていきたいと思います。パルキチさんとちょっとイッタさん連戦になるんですけど申し訳ありません。さあここでストリートファイターパルキシーキャッシュンパン、あっ順番なんで大丈夫、あっ OK、 あっじゃあ動画です。パルキシーの順番を押していく、押し出していく、ジャケあジャケあっ OKOKOK。 さあイッツァンさんは、ティファニーロイ流れ、さあどの順番でいくか、流れティファニーロイという感じですね。はい、じゃあそれでは、3決いきましょう。ワンビーガーはパルキチ、ツービーガーエイツさん、再決定戦ビーバスと流れですね。そうですね、対戦始め、これも流れ近寄るの辛いっすよね、辛いっすね、わーって言ってる。さあ分からん殺し、分からん殺しをっていく、ガードさせて優位という分からん殺し。さあ消えだん消えだん、さあ、うまいタイミングでスライディングなどで接近していきたい。飛び込みをもう、あれですね、そうですね、蹴りで落とす、だから、ピアイダに関しては隙が意外と少ないんで飛び込みが間に合うかどうかっていうのがね、ありますね。さあ、スリープラコスってるよ、これガード、しかし繋がらない、しっかりガードして、私はガードさせてますね、消えた、じりじりと体力ちょっと削られちゃってますね。さあ、ちょっとずつ削られている、消えた、消えた、気合いだ。さあこれで落ち着きそうだ、あーわからん殺し、
これガードしたら罰有利ですからね、気をつけてください。 B 罰有利です。こっから全開気合弾、あ入らない、やっぱり練習不足。ちょっとディレイが足りないですね。そうですね、もしくは打点が。さあここで割り込んでいく、一旦割り込んでいく。こっからの決め目はしゃがみ割り込み。さあ今日で出してた3罰、集めてるんですよね。さあ一旦はこれは固めていくスタイルですね、置き攻めを重視するスタイル。さああとはまた手を出してしまった。さあ壊しだー、下段だけいったところ根性カウンターで潰していった。まずは一本パルキシオ選手、次はロベルトとティファニーですかね。そうですね、ロベルトとティファニー。さあ一番さんのティファニー本当攻め強かったんで。そうですね、あの猛威を振るってますからね。一回触られた後どうするかっていうのは多分パルキさんの課題があった。パルキさんのことはどうこすってますからね。まあスリープラーどうせスリープラーこすってます。さあここでバンド攻めが始まる。起き上がり、これ攻めを継続。あーバレてる、あーとパルキさん危ない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 、あっこれはパチが刺さって出ない出ない、パルキ出ない、練習不足。出たこすってる、当たればやはりこすっている。読み勝ちです、読み勝ち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 です。パルキチの読み勝ちです、これは。さあロングシュート、なんとかディファニーは距離縮めたい。さあ距離縮まった、お見合いですね、逃げます、逃げますね。さあ、さあ有利、有利継続して、これは割り込めない、ダメなんですよ、あれあれ、ローキックには割り込みづらいんですよ、このゲームは。割り込むのは爆裂リフティング。さあ、スライディング、さあ、入って、これは、さらに攻める。ストップですか。さあ、ティファニーすいません、あの、伊藤さんごめんなさい、パルキさんまた、すいません、ここで親父に連れてかれました。試合中断です、誠に申し訳ございません、たびたびの物言い、ごめんなさい。あ、ちょっと、ま、ここで伊藤さん、伊藤さんのあの、華麗なコンボコンボ練習お願いします。華麗なコンボ、たびたび申し訳ございません、たびたび申し訳ございません。やった本人も、あの、配信の時にはこれ、あの、ちょっとカットしてお送りしたいと思いますので、はい、すユーストリームご覧の方は申し訳ございません。パルキさん2000円後で払うと、パルキチに後でお金払ってもらって、ね、ごめんなさい、あの、僕の時またやるかもしれないですけど。あ、そっか、決勝だもんね。負けトーナメントまだ残ってるんですよ。あー、そっか、なるほど、勝っちゃったから。伊藤さん、ロイ使えないって言われたらすげえコンボできる。いいですね。じゃあすいません、少々お待ちください。少々お待ちください。いやまさかこのタイミングでパルキシも呼ばれると。いや俺また自分呼ばれてんのかな、カウント始まったから。まあね、その可能性もなきにしもあらずなんですけど、まああとね、残り1ラウンドと1試合、はい、1試合、ごめんなさい、1ラウンドと1試合なんでね、やっていきたいと思います。ちなみにちょっと途中経過ですけど、全体的に今日の列車戦どうですかね。あー、熱い戦いが多いと思ってるんですけど、いやかなりそうですね、レベルアップがありますし、あのイッツァンさんは多分今回初めてですかね、大会自体に参加していただけるのは、ね、かなり、あの立ち回りは本当なんか上手いっていうのも変ですけど、そうですね、もう完全にプレイされてる方の立ち回りですね、あれは ね、あのチキンさんが振り回されてるのがもう本当に印象的で、あ、イッツァンさん、あのよかったら、よかったらちょっと途中ですけど、ちょっとなんか マイクインタビュー、インタビューをちょっと受けてもらっていいですか。はい、イッツァンさんです。こんにちは。こんにちは。ちょっと挨拶になるため昔ジャスティス学院やってた感じなんですか。そうなんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、ドリームキャストで通信対戦やってました。あ、通信対戦やられてたんですね。レショさん、レショさん帰ってきた。あ、帰ってきた。あ、よろしくお願いします。空気の読み合い、読めない場所が帰ってきたので、じゃあ試合を再開します。そうですね、1ラウンド取られた状態で、はい、そうですね、まあ正直、まあ、あの順番守んなくていいんで、最後だけ合わせてくれれば、そう、最後だけ合わせてくれれば大丈夫。なんで、あの先ちょっとどっちか、まあ殺し合ってください。そうですね、あのあ、いい、あのそのまま気をつけて使い続けて最後使う。そう、あ、そうですね。第1戦で、パルキさんはそのまま強介継続にして、じゃあ先にパルキさん取って、次イッツァンさん取ってって、ね、はい、まああのモエジャス大会って言ったらね、あのアクシデントが、はい、あの
お決まりなんです。あのちょっとしばらくあの華麗なコンボムービーご覧くださいゲージ入っていいのかなパルス今思ったけどパルスさんこれあの強パンチ強ピック毎強系でいいですよあのまあさあさあこれで、次はイッサンさんがイッサンさんですねワン、ワンセットイッサンさんの華麗なコンボムービーをご覧ください。もしよかったらあのロイをそのまま使ってもらっていいですか。あ、まあどっちでも、大丈夫です、誰でもいいっす、大丈夫です、3戦目一緒であれ、あの、最戦目に最後に、あの、そうですね、京介とロイでやってもらえば、ね、あの、そこうまくカットしてくれるはずなんで、そうですね、あの、グラがカットしてくれると思うんでDVD 編集しとけば、あ、この際に、コンボ練習あの、コンボ練習コンボ練習拾っちゃって、コンボ練習パルキシはもうこれ殺せ、殺せ、殺せ、殺せ。さあここでパルキシが1本取られてはい、ここで3位が最終ラウンド、3位決定戦、最終ラウンド、はい、京介とロイでしたね、京介とロイですね、はい、じゃあここからまた、はい、再開します、再開です、はい、まあなんか、現実的には若干パルキシが有利だけどあーあー、こすってる、当たらない俺にゲージなんか必要ねえ、俺にゲージなんか必要ない、まずこする、そうロイの2プラじゃなきゃ俺は怖くねえんだぞさあ、交換して、起き上がりしっかりガードシール、これを接近をクロスカットでうまく追撃していく、うまいことカバーしてますね。さあ、対空対空、強パンチ何も出なかった接近、接近したい、接近したいぞ、ロイロイは接近したいけど、このクロスカットあー刺さった、トミが入ったエアダイナマイトで、起き上がりパンチ固めるが、チキンさん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 、親父の方、親父の方チキンさん、チキンさんチキンさんチキンさんはストレート入った、さあカードして後半確定アンビキしっかりパルキシが決めていく、これはガードマリアってる、あーつながってない、これはまずい、あこれ連打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 、あー知らなかった、あーちょっとバケ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 、あこれちょっと、あこれはこれはああ安いな、安いよ安いよパルキシさん、いやパルキシさんは相手が合わせてくれたから、あなるほど、俺はそんなミスなんかに乗じるほど甘い、そんな俺はそう人道に反しない、反さないね、あーこれは手出せない、こすりすぎたパルキチ、これで3位が決定しましたね、3位決定、イッツさんおめでとうございます。はい、じゃあトップを、じゃあレジオさんと僕なんですけど、どうしよう、あ、そっかあの、マイクにさあ、で3位が、はい、イッツァンさんですね、3位イッツァンさんということでおめでとうございます。スキーさんが、スキーさんがキャラ間違えて負けた、スキーさんキャラ追加料金あって負けた、はい、じゃあ決勝戦どうしましょう、マイク誰に行ってもらいます、マイク誰か、マイク喋れない人、実況誰かやってはい、はい、実況の2人があの決勝戦というねあのかっこいい展開になっておりますが、実況は私菊蔵とユリンチがお送りいたします適当実況で、さあ決勝だ、みんな盛り上がっていこうぜ、決勝戦だはい、うおーって言ったからね、ワンピーガーがシラマッタン、ツーピーガーがレシオさんです。さあ順番的には、あ、こっちかあ、こっちでもいい、こっちでもいい、まあ、出たもの言えばいいやはい、すいません、はい、バーツ、モーモー、バの方、V の方プレイボールといきますか、ショーマ、デモンヒョウ、黒い軍団、第一戦、始め、白黒ですね、白黒ですね、ここでスライディングしていくファーストダッチはショーマスライディングしていく、リリリリあーこっこー出しにきったあーあーむちまけあー根性カウンターから出し切り、これはこれは美味しい、さあリリリリ中断出していく、パーパルだけど大丈夫だ
ジオさんを、お、うまい、お、投げる、うまい、マウントパンチ、左、今リード見えましたね、東大モード、変なの出ちゃった、あー、食らってるだった、あー、変なのでね、動揺しちゃいましたね、あー、分身魔女師、死んだー。いや、やっぱバットは競技ですね。バットの号泣は競技なんですね。もう退場ですね。第2戦、始め。これは、これはすごい。ネチオイチ同士ですね。ネチオイチ同士の、めったに見ない戦い。さあ、うまい。でもあんまり減らない。そしてね、塩さん側の後ろには危ないのがいるので、ね、今度こそ見れるかっていう。ただ使わずに殺しきるという可能性が、あー、出て、これはなんか出てしまった系か、これは危ない、これは危ない、これは、あー、小さいから当たらない、セキ神がちょっぴりと与えてくれたチャンス、まだわからない、まだわからない、火力あるからまだわからない、はいはい、ほいほい、はいはい、おー、フルコン、ほぼフルコン、あー、10段、おしゃれ、おめでとうございます、おめでとうございます、西尾さん優勝です。あー、いや、危ないコンビネーションが見れなくて私残念ですが、それでは、じゃあ優勝インタビュー、それではお二人に返しましょう。いや、はい、マイク返ってきました、白松です。いいのじゃあ、まず、じゃあどうしたん、なんかとりあえず優勝者のコメントいただきましょうか。じゃあ、あの優勝者のレシオさん、なんか、はい、ありがとうございます、あの主催者を含めてお願いします、いや本当はね、こうチキンさんとね違うブロックになったからね、あのチキンさんと戦う予定だったんだけどまさかね、まさか、いや、まさかっていうのもおかしな話ですね、あのイッツァンさんがね、すごい快進撃を見せてチキンさんを破ってたってことでね、まあ、それで白松さんと戦うことになってなりましたけど、あと一歩でしたね、白松さんね、いやー、もうちょっともうちょっと練習しないとダメですね本当にもったいなかったです、ももはちょっと厳しそうですね、なんかね、まあ、やりたかっただけなんそれこそまだまだ練習を相当余ってましたね、あ、そうそう、あの前回バッチシリーズ使って、いやだったら今回キャラ変えようかな、あー、なるほどなるほど、流れと迷ったんですけどねまああの次回ね、また開催したいと思いますので、それまでにね、はい、いろんなキャラを皆さん使ってもらってね、また参加していただければと思いますので、ね、どうぞよろしくお願いします、まあ、今回は、優勝レシオ2位が白松、3位がイッツァンということに決定いたしました。じゃあおめでとうございます、ありがとうございます。じゃあまたね、みんなで、あ、白松さん、はい、じゃあ出ますよ、はい、はい、じゃあですね、さあ、隣は隣が大忙しですね、大忙しです。じゃあ一回ね、こちらの方は締めたいと思います、ね、では、5月の桃色ジャスズ学園フリープレイ、&レシオシスマッチ以上終了、ありがとうございました、ありがとうございました、6時までね、フリープレイ継続なのでどんどん触っちゃって、プレイしていただければと思います、入るんだ6時まではいくらやってもタダですね、やってください、入るんだここまで慎吾さんさあ、奥も空いてるぞさあ、奥もね、フリープレイで空いてますので、ぜひ、ね、奥もいいのよあの、6時ちょっと前になったら、他のイベントの告知したいと思いますので、それまでは、フリープレイ流していきたいと思います。はい、では、一旦、マイクの方置きたいと思います。はい、では、レッスンをシステムマッチ、以上終了、ありがとうございました、ありがとうございました。
勝利の感想は最高です。第2戦始め。いきますわよ。2500円の力強かったです。ご貴重ですよ、これ。大ゴスしたところで何なのみたいな感じです。大ゴスに寄れないっすもん。飛び道具相手じゃ大ゴスも意味ない。いや、ちょっとあのザンク起動化してるじゃん。斜めどころじゃないもんだって。完全に相手向かってくる。そうそうそう。いや、あれはやばい。もうね、本当にあのセービングかブロッキングくださいよ、このゲーム。本当に。例えばフリップは18時までなんでしたっけ。はい、まだまだ時間あれありましたっけ。あ、はい、あとそうですね、今17時20分なので、今回の反省を生かしてキャラの練習するもよし、なんか新しいキャラ開拓するも全然よしなので、はい、6時ちょっと前になりましたらね、はい、告知をして、締めたいと思いますので、ぜひ今月のお願いいたします。はい、まあ、それまではちょっと、マイクの方を置きたいと思います。はい、疲れました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまたしばらく、まあ、燃えろ茶数学園ね、1ヶ月に1回こんな感じで、まあ、フリープレイなり初心者講習会なりいろいろやってますんでね。ミカドさんの方でもイベントやっていただいてますね。そうですね、やってますんで、ぜひ参加いただければと思います。はい、じゃあまた。神のなせる技。
め。これも第一戦始め。もうやめたい。神のなせる技だ。勝利。大丈夫かの。第2戦始め。神のなせる技だ。ご所望かしら。あたいとやろうってのかい。第一戦始め。おしずくに
第一戦始め！
タイムで決勝ゴールってとこだな。第2戦始め。言葉で分から第一戦始め。強く気合いだ。強く大丈夫だ、手加減はしておいた。第二戦始め。
葉第一戦始め。勝利。確かに受け取った。第2戦
はじめ。遅れるなよ。遅い。いい判断だ。遅い。カズリュウ神結局拳準備は良いか。おっと、ここでスープ、あーっと、スープラトン返しは絶対だ。しっかりしなさい。話にならないな。じゃねえよ。うっせえ。
私の勝ちだね。ゲームオーバー。はい、じゃあ、ボエロジャス学園のフリープレイ、残り5分ぐらいになりましたね。18時までなんですけども、残り時間少なくなってまいりましたので、ちょっと告知して、締めたいと思います。モイロジャスティス学園は、月1回高校高田の馬場ゲーセン三方様の方で フリープレイまたはフリープレイと大会、あと初心者講習ですね、2ヶ月に1回ほど行っておりますので、まあ、予定の方はですね、モイジャスで検索していただけると、モイジャス学園、っていう名前の、アカウントが、ね、ありますので、そこをフォローしていただければ、今後何が行われるかっていうのをチェックできますので、ぜひそちらの方をチェックしていただければと思います。で、この後の予定なん今後の予定なんですが、6月1日に、ストリートファイターカーニバル5開催されます。そこの、開幕戦でモイロジャス風学園が選ばれておりますので、そちらの方で行います。主催は高田のバーバーゲーセン三方さんですね。で、20時からエントリー開始となっております。当日ティンクルスタースプライス大会入れますので、まあ、時間の都合でどうなるかが分かりませんけれども、まあ、ぜひ皆さんね、ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。あと6月7日ですね、三方大感謝祭、1000円払っていただけると30種類以上のゲームが、フリープレイになるというもので、これがですね、モイロジャス学園2台、セットされる予定になっております。まあ、その際にですね、初心者講習会を行っていきたいと思いますので、まあ、配信はされないんですけれどもね、モイジャス勢がいますので、そこで教えながら、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、なお、初心者講習会ということで6月7日のイベントということで、6月は、そちらの方をイベントということでさせていただきますので、6月はねですね、中頃後半ともイベントは、ちょっと一休みということでお願いします。ですが、7月ですね、4月18日に、三方さんの方と、あれですね、三方事件簿があるんですけれども、その三方事件簿の前の時間にですね、13時から17時までの間にモエロジャス学園のイベント入れさせていただきました。まあ、なんで4月18日かというと、グラさんがね、モエロジャス学園、ね、こちらの方で広めていただいてもらって、1回目の大会があったのが去年の4月18日金曜日に行われておりますので、まあ1周年イベントとしてモエロジャス学園の方4月18日に入れさせていただきました。そちらの方はですね、まあ、ガチの大会やりたいと思いますので、皆さんはそれまでの間に腕を競って、ね、参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。とりあえず今のところはこんな感じの予定になっております。6月1日の、ストリートファイターカニバル、そして6月7日の三方大会感謝祭、そして4月18日に予定されておりますモイロジャス学園イベントありますので、今後もモイロジャス学園盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、本日の、イベント一旦締めたいと思います。まあ、フリープレイは18時まで大丈夫ですので、まだ大丈夫です。まだやってもらって大丈夫です。実況の方はこれで締めさせていただきたいと思います。では以上終了、ありがとうございました。またね、ぜひご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。次回は6月1日ストリートファイターカーニバル5で会いましょう。つってももうすぐですけどね、来週あと8日か、8日しかなりません。与えとやろってのか。じゃあ俺はカロスペ大会出るからね、じゃあさよなら。始め。
怪我する前に帰りな。第2戦始め。レベってんじゃねえよ。